の、じゃ不思議なね、立体駐車場から今撮っているわけなんですけど、実はですね、これからとある会社の社長さんのところに伺ってきますというのも、話があるので来てくれないかということで、事実上の呼び出しを食らったわけなんですが、っていうのも、インホップっていう会社がありまして、去年イベントとかで結構お世話になった会社なんですよ。熟成ホップっていうハーブを使ったものを、その研究とかもされてる会社で、個人的にね、すごく可能性があるというか、なんかすごくいいものだし、あとね、社員さんがすごくいい人。一緒に仕事をして、信頼できるなぁ。この人たちにまた仕事したいなと思う方たちだったので、じゃあ OK 行きますということで、これから行ってきます。なんか、嫌な話じゃなくて、なんかね、応援したいことがあるんです、みたいな感じらしいんですけど、ちょっとよくわかってないんですが、ひとまず行ってきますので、ちょっと動画通します。行ってまいります。はい、ということで会場に着きました。今からですね、金子社長がお待ちいただいてますので、行ってこようと思います。緊張する。行ってきます。よいしょ。失礼します。ご無沙汰してます。お久しぶりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。社長、なんか呼び出されました。呼び出しました。だから呼び出して。すみません。よろしくお願いします。ずっと勉強して頑張っている、はい、お子さん。はい、ということで、ここからは天の声で後取りのハイチがお邪魔させていただきます。対談をね、聞きたいという方もいらっしゃると思いますので、そういう方は概要欄にリンクが貼ってあります。インホップさんの方でパソコンに表示されているデータとかスライドもちゃんと映っている状態の対談の様子が見れますので、ぜひそちらから見ていただけたらと思います。ここではカットしてるんですが、カレーを食べてるシーンとかねありますので、よかったら。で、今回結論から先にお伝えすると、インホップのこの金子社長からですね、一緒に何かできないかということで、今保護者の方向けに動画を月1回撮ろうということでやっているんですが、そちらにご情報提供というか協力をさせてくださいということで、一緒に動画を作っていくという、話がまとまったんですね。で、それが呼び出されたというか、今回こういう場を設けていただいた結果なんですが、今こうね、金子社長が話してますけど、金子社長はもともとキリンって、皆さん飲み物の会社分かりますね、すごい有名なキリンで10年ぐらい研究者をされていた方です。もうバリバリの研究員なんですけど、ホップっていうものを研究した方なんですよ。ちょうど今飲むシーンなので、ここ見てください。決して全部飲まないでください。わかりました。一気とかしたらまずいや、一気とかされない方がいいと思います。振りです。匂い全くないんですよね。いただきます。これ私のリアクションが下手なのもあるんですが、想像以上に苦い、良薬口にがしなんていう言葉があるんですよ。で、このホップっていうのは日本だと多分ビールに入ってる印象がある方が多いと思うんですが、ホップ自体はものすごく体にいい成分なんですって。ですごくいいものなんですけど、普通に飲むとめちゃくちゃ苦い。自分結構苦いのは得意というか、そんな苦手意識がなかったんですけど、厳しかったですね。で、この苦いままだと普通に飲んでいただけたりとか食べていただくことが難しいので、それをなんとかできないかっていうのを10年かけて研究されたのが金子社長です。成分としては同じなので、この苦み成分が全く同じ量入ってるんですけど、いや、めちゃめちゃ飲みやすいじゃないですか。全くなんです。ちょっとフルーティーな感じがするぐらいに、同じ量が同じこと言ってますね。疑うレベルで全く別物ですね。そうですね。私もこれ作る時合ってるよなって確認しなきゃいけないんですけれども、やっていることは実はすごいシンプルでして、ちょっとこれピンボケしちゃってごめんなさい。昔から古くなったホップは苦みが穏やかになる。だからビールを作る時には新鮮なホップを使う方がいいっていうのがよく言われているんですけど、苦味そうなんです。あえて古くする、熟成させていったらば苦味が穏やかになるんだけれども、はい、その健康といいますか、その体にいいところはそのまま担保できるんじゃないかというところで開発したものです。熟成ホップと言っているものでして、はい、ということでね、今金子社長からお話がありましたが、例えばビールに使われているホップっていうのはより新鮮なものを使うことで苦みを立たせているものなんですが、それをあえて熟成させる、火を置くことによって苦みを抑えられるんじゃないか、しかもその上で栄養成分を担保できるんじゃないかっていうのを10年かけて研究されたのが金子社長です。とはいえ日本ではね、ホップっていうのがまだ馴染みはないところですし、ハーブなので正しく理解されにくいところかなとは思ってるんですが、この熟成ホップ、この今研究されてるんですけど、脳機能を活性化して集中力とか記憶力の向上がすごく期待されてるんですね。だからそういった効果的には、ね、子どもたちの役に立てるなとはやっぱり思いますし、あとはやっぱ金子社長がの人柄というか、こう動画以外の部分でもたくさんねこうお話しさせてもらうんですけど、すごくまっすぐに、例えば子どもたちのためとか保護者の方、ご家庭の、ね、ため役に立ちたいっていう思いを持たれている方なので、これからね自分に何ができるからまだわからないところですけど、一緒にこう何かしてお役に立てたらなということでお話を開拓させていただくことになりました。お客様の声とか聞いたりする中で、はい、本当にいろいろと悩み多く大変なんだなと、まさにもう家族一丸での戦いといいますか、決戦といいますか、まだですねこれからどんなことが一緒にできるかっていうのは模索していく段階にはなるんですけれども、一緒にこの熟成ホップっていうものが世の中に正しく広めていくというか、知られていくことがねできたらいいなと思ってやっていきますので、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。